ヨダカが思い切って飛ぶときは、空がまるで二つに切れたように思われます。一匹のカブトムシがヨダカの喉に入ってひどくもがきました。ヨダカはすぐそれを飲み込みましたが、そのとき、なんだか背中がゾクッとしたように思いました。雲はもう真っ暗く、東の方だけ山焼けの火が赤く映って恐ろしいようです。ヨダカは胸がつかえたように思いながらまた空へ登りました。また一匹のカブトムシがヨダカの喉に入りました。そしてまるでヨダカの喉をひっかいてバタバタしました。ヨダカはそれを無理に飲み込んでしまいましたが、その時急に胸がドキッとして、ヨダカは大声を上げて泣き出しました。泣きながらぐる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 空を巡ったのです。ああ、カブトムシやたくさんの葉虫が毎晩僕に殺される。そしてそのただ一つの僕が今度はタカに殺される。それがこんなにつらいのだ。ああ、つらいつらい。僕はもう虫を食べないで飢えて死ぬ。いや、その前にもうタカが僕を殺すだろう。いや、その前に僕は遠くの遠くの空の向こうに行ってしまおう。